優れてるじゃないですか、この魚くん。うつぼ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 う、ガチンコ対決だね。あれ、くそ、体力が多くなってんな、ちょっと。やべ、水切れた。ヒカキンゲームズ。タコタコタコ。ブンブンハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、ヒカキンのスーパーマリオオデッセイ実況パート10の今回はこちら。いいね。前回寒い雪の国だったのに今回は海の国やっていきたいと思います。うわーマリオもうバカンスしちゃってる。あのタコをねぶっ飛ばせばいいんだなってことで、なんとなく分かりやすいね。さあ行きましょう。でここは服着替えるとこあるかな、ここかな。今回もねできる限り細かく行こうと思うから。ん？ん？海行けよかったかな。なんかカタツムリいるんだけど、ポッチ。この部屋にはこの部屋にはお宝が埋まってるらしいです。コトロラの心臓を手がかりに探してみるといて。え、お宝、あ、コントローラーがちょっと揺れてる。おおおお、まさか君の近くではないんだよな。おおお、この辺じゃね。まさかの誘惑。うん、いや、フライングしそうになっちゃった。ええ、もう一個あるわけないよね。え、嘘だろ、プルプルしてんだけど。え、気のせい。え、この辺すごいブルブルしてる気が。ボーリボーリボーリ、早く出てればよかった。さあ海行きましょう。もうなんでビーチ目の前にしてこんなカタツムリと、もうこんな地下室みたいなとこで。もさあ海だ。これ海入れんのかな。ちょっとこのおっちゃん無視していこう。まず入りたいじゃんねえ。クッパの足跡、クッパの足跡。またそうやって海から遠ざけようとして、まあ海だな。わあかわいいかわいい。ワンツーヤッホー。ちょっとこの帽子脱ぎてんだけど。海なのにさ、冬のさ、帽子かぶってるからさ。いやー、前回着替えたのがバッチリ。あ、なんか身があるんだけど。よいしょ。あ、息ができんのが決まってんだ。あー、この身もなんか、どっかに持ってくとこれムーン、もらえるみたいなやつだな、多分。どこに持ってくかよくわかんねえけど。いやー、なんか、何これ。え、なんかさ、ヨッシーのでっかいみたいな、なんかネッシーみたいな、ヨッシーのネッシーみたいなのがいいんだけど、これ。何これ。これ乗れるの？自由に泳げないよ。なんかこれも動かすんかな。うわ、やることいっぱいありそうだな。コートが泣いてますし、ビーチバレー今はやってないね。やってないんかい。あー、コートがなんか使えない。双眼鏡みたいなのある、これ。よし。うわー。久々に。これはズームがワイ。こいつだよ、こいつ。チュー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 。なんか飲んでんな。あ、この水。飲んじゃいけないやつなんじゃねえこれ。あ、誓いの水を取り戻せ。なんかあそこにも出てんじゃん。ここ行けばいいのか。わあ、わかりやすい。よし、行きましょう。あ、ピューピューピューになっちゃってる。リセット。リセットっていうかもうこれ、抜けたいんだけど。な、どう、これでいいのか。うぴょん。じゃあ早速この人の話を聞いてみましょう。こっち。あ、やっぱこれだ。誠実そうな旅の人。あの人に様を見てください、マシー。好き勝手、チュル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 飲まれて、グラスの中の誓いの水が空っぽなんです。なるほど。あの水をじゃあなんか復活させる系なんだな。オッケー。とりあえずあそこ行ってみようか。あの光ってるところ。うわぁ、これ泳いでいけんのか。昆布生えてんな。ちょりゃ。うわ、昆布敵だ、昆布敵だ、危ねえ。昆布敵だよ。そして息ができる時間が限られてんだよな。よいしょよいしょ。あ、さかなクンがいるじゃん。この魚になれば、うわぁ、この昆布追いかけてくるんだ、このストーカー昆布。おりゃ、よし、これで息できるぞ。イェーイ。ぷくぷくー。ぷくぷーく。ん？ん？ハートもある。なるほど、なるほど。この昆布も敵だから気をつけつつも。あ、やべ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 。あ、ここのコインは、これなんだね。やべ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 。違う違う違う。やべやべ。まあ、いっか。息できりゃいいのか。よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。ハートもあるしね。
さ、それではまずこの光ってるところに到着です。ん、なんだこれ、なんだこれ、なにこのタコマンみたいの。うわ、たまった。噴射タコマン、これでも、あれ、噴射タコマンになれた。あ、ジャンプできる。え、マグマ、マグマ、海なのにマグマ、ハワイみたいだなおい。うわー、海とマグマはもうこれね、表裏一体っていうかね。あ、水をかけるとなんたらって言ってたな今。はい、あ、消せるのか。あ、これで、あ、長く押してればプシューいけんのか。あ、なんか水切れになった。え、なにこれ。水なしタコちゃんになっちゃった。水どっかで吸わなきゃいけないのかな。まあ、ただ中間地点まではいけ、あ、ここ入れる、もしかして。なんか水になってる。あ、いける、やったやった。あ、これ水吸えばまた何回でも復活するんだな、タコマン。オッケーオッケー。温泉島、あ、やっぱ温泉なんだ。ハワイみたいでいいね。ブシブシ、すげえこれ飛んでいけるね。水が切れるまでは結構、待てよ、このマグマ全部どかしたらなんかありそうだね。ただこれ中入れないのかな、中泳げないの。うわ、なんかありそう。うむんがあるんじゃないかね。あ、前にも行けんじゃん、これ。え、待って、普通にこれ進めば全部毒じゃん。む、む、む、優雅ら、優雅ら。紫だね、ここのムーン。いいね。そして結構いいスピードで取れてきてるよ、今回も。いやー。そしてなんかね、雪の国よりなんかちょっとこう、あったかくて景色もなんか好きだわ。寒かったからさ、ここの水あったかいね。なんか関係してるのかな。貝のコインが結構いっぱいゲットできてる。服着替えるとこねえかな。あれ毎回どこにあるかわかんないんだよな。なんかさ、あえてさ、ダウンジャケットとか着たいじゃん、ここで。あー、紫コインがいっぱいある。さあ、お、あ、ボタンがある。なにこれ、あれ、あ、ポンポーン。え、もうタコ倒しちゃったこれ。あ、いた、妖術の運勢を復活させる気ゾナ、ゾナ誓いの水は渡さんぞえ。あ、やっぱこれね、強いわやっぱり。うんうん、うわ、膨らんできた。うっ、頭燃えちゃって、サザエポンポンやってんだ。何、怒ってる。噴水はあと3つだね。あ、あと3つ、あ、あんじゃん噴水、あの噴水。え、3つ、 1,2、 あそこにもあんじゃん。あの噴水3つ行けばタコと戦えるってことかな。よっ、あ、そっかそっか、こういうことか。じゃあ、てか、あのタコタコマンは、タコタコマン、タコタコマンになってった方が早いとかある？なんかさっきさ、泳ぐの早そうな感じしたんだよ、このタコタコマン。タコマン、あべ、くっそ。毎回ダメージ食らうっていうね。え、これ早くな、は、あ、早い早い、めっちゃ早い、ほらほら、早い早い、ブブブブー、タコマン、タコマン。おお、これ、え、なんか変な音楽しなかった今。まさかサザエがなんかしてくるとか。あれ、気のせい。え、爆発してきた。嫌なやつ。あ、ただハート出てるわ、よかった。いいやつ、いいやつです。じゃあまずはもうさっさと噴水とこ行ってみよう。あ、ていうかこれって、あ、これ高く上がれるってことは、あ、サザエどんどん吹っ飛ばしてんな。あ、なんか、うわ、いろんなところにこれなんか土管があるんですが、とりあえずあそこ登るか。うわ、ここどうやって登れいいんだろう。これで行け、高くね、行くぜ、ふっ。おー、行けた行けた行けた。え、行けたこれ、ギリギリじゃね。ちょっと待って、もう一回やろう。なんか水切れちゃいそうだから、ここで吸って、ふっ。で、ここでもう一回、ちょっ、あ、余裕だ余裕だ、やった。え、ゆって言っちゃう、もうこれ先にゆから、ムーンだ、もうフライングしちゃうわ、先に行っちゃいそうになるわ、もう嬉しくて。さあ、ん、これでボタンが、あ、これでボタンが解放されてたのか。なるほどね。さあ、あ、これ押すと、あ、あそこのクッパのあのピンみたいなのがポン取れて、ピンっていうかあの蓋、トゥンドゥンドゥンってやると、あ、ポンポーンっていって、またこれがうまく当たるとこにいるんだ、これ。どんどんこれ燃えてっちゃうのかな、もしかしたら。あ、そんなことはない。その調子、あと2つ。あ、あの高いところ行くか。あそこはタコマン。サザエどんどん振りまいてんな。あ、怒ってる。ポン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 やってるわ、あいつ。もうたこ焼きにしちゃうよって感じで。ふっ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 、やった、食らわなかった。ふんふん。とりあえずでもね、まずは順当にクリアして、その後細かいなんかムーンを取りたいね。さ、ここは
タコマンで登れる高さじゃなさそうだったので一回解除して、うわー嫌な感じ。あ、中入りたい。中入ったら階段とかになってない？うわ見づれこれ見づらいよこれ。あ、ここ入り口ってわけじゃないのか。え、入り口はもう、あ、ここにも、よし、やべやべやべ、危ない危ない危ない。さあさあさあ、あ、え、あ、あっちが入り口ってこと？これはわかんねえわ。東大の入り口はもう少し先だし、こっちか。まさか別のところに入り口があるってわからないっしょ。意味がわかんねえ。これなんだこれ、ナマコみてえの。日本にナマコ、ナマコ、ナマコ、ああナマコ、やべ、吹っ飛ぶ。ちょっと待って、これもう無視していこう。恋のために、恋のためにやられてたら話にならん。と言いつつちょっと取っちゃう。これか。ん、うわっ、メルメルメ、灯台登って間のコードの穴を降りていくとよいでー。よーし、発見しました。チュンチュンチュン。あ、え、ちょっと待って、深くねえこれ。え、うわ、よかったよかった。こうなってほしかったんだよ。あ、この子たちに乗り移らないで、息が、息、オッケー。お、すごい、ライトついてる。めちゃめちゃこれ、あれじゃん。優れてるじゃないですか、この魚くん。うつぼ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 、どっから出てくるかわかんねえんか、これ。うわ、もうこれ、これもう勘じゃん。うわ、これ全然もう動きづらいんだよ、この魚くん。ぷくぷくマン。これ下潜るのは、あ、潜るは Y か。オッケーオッケーオッケー。へぇー操作は難しい、この魚。あー、ちょっと、かわいそうなくらいウツボ襲われてる。え、あれ、これ壊せないのか、これ魚じゃ。よいしょ。え、あー、ハートがある。やった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 。よし。そろそろ灯台の入り口はないんですかね。そして、この中にムーンがありそうで怖いわ。よし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 。孤独だったよ。よし、これでやっと灯台が。あー、え、もう上まで来てんの？は優しい、めっちゃ優しいじゃん。なんだ、こっから灯台登ってくのかと思ったら、ゆゆ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 ゆ。なんかこれ、鳩いるんだよなぁ。ところどころに。この鳥関係ない？いやいや、ペイ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 、あ、これ関係あんな、多分。カモメみたいな。ポン！さあ、そろそろぶち切れるぞ、これ。タコ真っ赤になっちゃうんじゃない？これ切れて。あと一つ。次で最後だよ。ふっ！あー、関係ないのかな。なんかあるな、でも鳥、怪しいな。あそこか。あそこどうやって登るんだろう。どっかから行くのかしら。まあ、行ってみよう。こっから、うわ、飛び降りるの気持ち、あぶね、怖っ！これちょっと怖くない？ほら、怖いよー。でもマリオは高いとこから飛び降りても、無敵なんだよー。くる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 、ペチーン。海の中にいっぱいあるんだな、これ。ただ、タコと戦う前にもう少しなんか、チャレンジしてみたいね。これ何なんだろう、これ。こんないっぱいさ、よいしょー。これあるってなんか怪しくない？これ。よいしょ。え？あ、入れた。うわ！え、これ息とかないよね。大丈夫だよね、さすがに。真ん中にムーンある。ちょっと待ってね。左から行ったら一瞬で行けねえこれ。え？それもさ、なんか、BGM ないんだけど、ここ。え？これね、やっぱね、僕みたいなね、こうやって、余裕じゃんとか言ってる人、こうやって。のこのこで、あ、のこのこ、のこのこ倒して、このハテナ取りたい。ほら。もういらない、もういらない。え、待って、この魚関係ないよね、さすがに。魚は、このリアルな世界の魚だから、これ食らわないよね。あ、よかった。一瞬なんか食らいそうだよね、なんかね。んで？え、これ、は？え、どうやっていくの、これ。ちょっと待って、何もできないんですけど。あ、あー、そういうことか。もうこれ、土管の入り口が間違ってんだ。なるほどね。4つあったうちのどれかが正解なんだ。なんだ、そういうことね。こっち行ってみっか。あ、息できるポイントもある、これ。いいね、優しいね。よいしょ。で、あー、ここも間違ってるっしょ、これ。なんかこの手は、ただこの赤い目のこの赤い子なんかある？なんもねえな。え、やべえ！これどうしよう。ワン、ツー、ワン、ツー、チェック、ワン、ツー、ツー、ヒョッ、逃げろ、逃げろ。
ハートないとやばくね。まあ大丈夫だな、男なんで僕は。うん、余裕です。ああ、やばいやばい、早く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 。ここは、うん、正解っぽい。よし、これハート1個ぐらいねえかな。これこの中で復活して出たいんだけどねえ。ケチくせえ。うん、なんかさ、カニがいたりしてさ、サバガニみてえの。よいしょ。カニがさ、一瞬さ、現実世界、あ、そういうことか。これやっとかないと、結局ここで落っこしてダメなんだ。ありがとうございます。結局苦労できないようになってんだ。イエーイ。よかった。あ、もう、よっしゃ。これで、じゃあもう一個あの噴水のとこ行くか。あ、あれ？すげえ、あれムーン取るとなんか回復すんのこれ。知らなかったんだけど。さあ、じゃあちょっと魚になって早いからね、こっちのは。よし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 。さあ一気に行っちゃおうぜ。ヒヒ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 ヒ。あそこどうやって登るんだ。なんかさ、嫌な予感がするよね。これ高いんだよ、明らかに。上から行くとかかな、なんか別のとこから行くのかな。あ、またカモメちゃんがいる。怪しいねえ。怪しいな、お前。今日、来るな。あ、おかしいな、お前。カニ、カニは？カニ。カニは関係ないの？これ。あ、コインもらえる。さ、あ、棒栗だ。よし、棒栗はちゃんと重なるよーん。重なるよーん。棒栗は重なるよーん。ぴょん。さ、重なった棒栗で、なんか海賊、海賊みたいなこの帽子かぶってんの。危ない、危ない、危ない。うざい、うざい、うざい。ただ重なるといいことあるからな、棒栗は。え？ 5 段重な、あ、まさかこれ重なってあそこの高いとこ登るとかじゃねえよな。さすがに届かないから、全然届かねえわ。これ重なった意味ある？あ、ていうかこっから登ってくんじゃん、これ。うわ、わかりやす。棒栗重なった意味ないね。はい、重なった意味なし。全然意味ねえや。よし。で、ここはなんか怪しいな。よいしょ。さ、谷の上に行きまし。オッケー。うわぁ、ここ行くのか。ここもサザエが転がってきてるわ。もう本当に勘弁してよ。うわ、この怖い音楽。ドゥ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 。もうコインはいいや、コインはいいわ。ドゥ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 。食らいたくねえからさ。うわぁ、なんか、え？なんかボークリレーディーみたいなのがいるけど。え？まぁ、ちょっと待って。気づいちゃった。これボークリを、ボークリ重なってここまで頑張って歩いてくると、ムーンもらえる、多分あれ。昔いたよね、確かあれ。なんか彼女みたいの。へい、彼女。そこの彼女みたいの。あ、ほら、やっぱりかー。いやー、結構、苦労して頑張るとムーンがもらえるんだ。ただ、この棒繰り超歩くの遅えんだよ。ちょっと待って。これで避けるとか超むずすぎだろ。うわカーブしてくるんだって、これ。サザエ。今んとこ大丈夫。案外壁際スレスレ。あ、ここ来ないでしょ。物理的にここ、こっち側来ないでしょ。ほら。ここ来ないんですよ、物理的に。ほら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 。で、あそこまで行けば。よーし、やっぱり、クリボーがいっぱいいるとこってなんかわけがあるんで。ほらほら、いたいたいた。ほらほら。ボークリさん、こっちよって、ほら、ハート出てきた。ちょっと待って。さ、さ、チャンス。よし、チャンス。やったやったやったぜ。おお、より光り輝いて見えるね、このムーンは。もう、ボークリどうでもいいんだよ。ほら。うわ、消えた。やったー！よかった、ムーンな！よし。うわ、なんで、こんなとこ連れてきてやったのに怒って。もう、棒栗でいる必要ねえから。さあさあさあ、ただ、一個得したからな。ここ食らわなそうだね。うぅ、怖い怖い怖い。よしよしよし。よいしょ、オッケー。やった、一個得した。ここは、あー、ここにも貝がある。いいね。今年もなんかバカンス行きてえな、ほんとに。こんな海見ちゃうとさ。あ、コインが出てる。よし。さ、あ、終わった。不安な音楽が。うら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 。どこ？あぶね、びっくりした。よし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 。やった、ボタン見えてきた。この草生えてるの関係ないね、これは。オッケー。やった！やったぜー！夕柄ムーン。あれ？あ、夕方があった。んー、ばっばばーん。優雅なムーン。すごいスピードで取れてってるよね、前回といい今回といい。成長したのかな、ヒカキン。うん、
さあ、これでタコがぶち切れるぞ、多分。いよいよタコと。一対一の、マンツーマン、マンツーマンっておかしいな。ガチンコ対決だね。さあ、来い。あ、あれ？え、ちょっと待って、戦うとかないとか？あれ？いや。ありそうだね。やっぱりあるよね。よし、誓いの水を取り戻そうよ。どうやって？うわ、ちょっと待って。うわ！うわ！吹き飛ばしてきてる。ちょっと待って。これもうないよな、ここ上。あれ、また鳥がいる。なんか怪しいな。まあいいや、今はいいんだ。ちょっと待って、あのタコどうやって倒すんだ？あのネッシーの、あ、待って、あのネッシーってなんか服屋さんかな？服屋さん？まあ、いっか。あ、でもあのタコマン、タコマンになるのかな？ちょっと待って、タコマンにならないと。あ、ばばばばば、コンボいる、コンボいる。ちょっと待って、コン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 。コンコンコン。このタコマン、あ、待って、タコマン、わー、おしり、おしり、おしり、プス。あ、タコマン怪しいな。ちょっと待って、あ、頭が燃えてっから冷やすのか。ちょっと待って、ちょっと待って。いくよ、いくよ。これ避けながら、あー、ぽいぽいぽい、待って、いくよ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 。こういって、ふっ、スレスレで避けて、よし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 、ちょろい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 、ふっ、プシュッ。え、ちょっと待って、あ、前にも行けんじゃん、空中で。やった、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 やった。え、ダメ？もっと、もっと、足りてない。あ、危ない、危ない、危ない、サザエ爆発するから、ちょっと待って。ちょっと待って、今の、足りてたっぽいけどな。ふっ、こうやって前行って、プシュッって行って、結構むずいな、これ水切れになったらこれ危なくね。あ、剥げた。これで、あ、オッケーか。踏んづけたりしなくていいんだな。よしよしよし。あ、タコマンも敵なんだよ、これ。タコマン、それもなんか増えてくんな、まあ、なんか。よし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 、よし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 。スプスプスプス。これタコマンす、今まで乗り移った中で一番なんか気持ちいいんだけど、これ速くて。あ、動き変わってる、これこのタコ。そして頭が、ちょっと待って、頭が燃えてなくね、もう。危ね。よし、空中を行った方がいいんだ。水が切れないうちに。あ、よし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 。え、効いたのかな、これは。あ、効いたっぽいね。なんか動きがトルネ、トルネド式になってる、あいつは。くる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 回ってるわ。ハートもあるけど、まだ食らってないんだよね。あれ、ちょろくね？うれっと、いえーっと、あれ？なんで効かないの？あ、効いてる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 。回ってるとき効かないのか。オッケー。え？ 3 回やったのにまだなの？マリオって3回じゃねえの？マジで？ちょっと待って。甘くないようだね。どこ行った？いた！タコマン、タコマン、この野郎。さあ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 。浮いてねえ、このタコ。ちょっと待って。タコ浮いちゃってるよ。あ、なんだこれ、カイか。トルネード、トルネード式のやつ撃ってきてる。くんやろ。うわ、早い。ちょっと待って、あー、水切れ。タコマンすぐ水切れる。あ、ばばばば、追いかけて、ちょっと待ってね。水で追いかけて、動きが止まりかけた時とかにプスって一気に目の前まで行く。行くよ。あ、撃つ時に止まるのか、ちょっと。ふっ、よし、いい感じ、いい感じ。よしよしよし、完璧完璧完璧。あれ、くっそ、体力が多くなってんな、ちょっと。やべ、水切れた。もうすぐタンクもうちょっと大きくしといてや。ほら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 、くらえ。え、しぶと、ちょっと待って、めちゃめちゃしぶといぞ、これタコて。あ、やべ、くっそ、食らっちまった。くそ、あ、めっちゃ連発してきてる。ちょっと待って、もうそろそろクライマックスは近い感じがしている。よし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 。私はちょっと強くなりすぎたようだ。はぁ、かわいそう、ちょっとかわいそう。あれ、マリオ、マリオ吹き飛んでねえ、おい。あれ、タンクの中に入っちゃったんですけど、多分。お、イエーイ、地下にグッ、ヨーガーって、パーッ、グランドムーンだ。やばい。じゃあちょっと今回もね、優雅グラムもしたんで、ちょっと細かいところ周り見てみようかね。ネッシーみたいなところでちょっと服着替えたいな。ん？どうなってんだこれ。オッケー。暑いのか寒いのか分かんない格好で、とりあえずタコを倒しました。
綺麗な夕焼けでね、噴水も近いの水も復活してよかった。夕日が綺麗。クッパ、この国にいないみたいだし、次の国に向かおうよ。クッパいない面、どんだけクリアしてんだよ。本当にね、ラスボスはずっと隠れてんだよ。さあ、あ、てかもうあれか、ボス倒すとこれ、夕焼けになっちゃうのか。もしかしたら、これでビーチバレーができるとか？ん？ねえ、ビーチがダメだとか言ってたけど。パワームーンが集まったね。え、あ、これでもう次の面いけちゃうんだ。いや、ちょっと待ってよ。あ、音符マンがあるよ、僕の大好きな。そんなに好きではないか。これ、不安、ちょっと不安になる、音符マン。音符マン？え、ちょっと待って、これいける？あ、いける？え、ちょっと待って、いや、これ絶対無理だわ。ちょっと待って、これ、え、音符マン、ちょっと待って、魚でやる、あ、タコマンでやるんだ、わかった。倒しといて、もうこのタコ、このタコマンでプシューっていくんだな。オッケー。なんかこれさ、スピードアップする花もあるんだけど、いくよん。これ花乗った瞬間に、あ、いや違うな、向きが違えからな。行きましょう、これいけるね、行くぜ。はっはっは、ちょっと待って、はっ。そしたらどこ、え、これだけ、これだけ、優しい、めちゃんこ優しいですやん、タコマン。優しい、タコ好きになっちゃうぜ。やったー、言うから、もう早い。で、あとは、そっか、ビーチバレーのとこ行ってみたいんだけど。あ、遊べるようになってるっぽくね、これ。そっかそっか、ボス倒すと遊べんだ。ん？これあの、ダッシュのやつだよね。あれ違う、あ、そうだそうだ、ププーン。え、これなんか関係してるかな、このダッシュ。なんであるんだろう、早い早い。さあさあ、じゃあ、ビーチバレーでこれ勝てばムーンもらえるぞ、多分。よし、今回はビーチバレーよ、旅の人遊んでいくといいでし。飛んでくるボールに触って打ち返して地面に落ちるまで続けるでし。前なんかさ、縄跳びかなんかやったよね、都市の国でね。え、これ跳ね返すだけ、超余裕じゃん、これ影出てるし。はい、とか言ってっとやべんだよな。え、これ何回打ったらこれもクリアになるのよ、これ。さあ、これは真ん中らへんにいるのがいいんだよな。そうです、バドミントンとかね、そうなんですよ。むずいな、ちょっと本ポジションに戻る。これどのアングルでやったら一番分かりやすいのかなね、案外こういうやり方だとちょっと前後感が見づらいよね。こんくらいの方がいいか、やっぱりスピードアップだし。ちょっと待って、むずいぞむずいぞ、ちょっと待って、真ん中らへんにいろよ。いきなり前とかにフェイント、え、セーフ。ちょっと待って、今落ちなかった。よし、オッケーオッケー、とりあえず続いてる。オーケー、失敗しねえからな、一発でクリアしてやっからな。よし、さあそろそろ怖いの来るよ、多分。ほら来た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 、よいしょ。ただこの線の中だけって考えると、ああこれ来たよ、フェイントだよ。よし、前の方に来るときはちょっといきなり落ちてくるね。よし、超優しいんですけど。ちょっと待って、まだ続いてるぞ。おい、限界までやって、終わりました。限界までやってみようと。拍手してくれてる。ありがとう。おいおーあとコインあるね。ちょっとあのネッシーのとこ行って服見てみようかね。そうですよ、おしゃれでいたいからね、マリオ。あ、またこれある。これって何なんだ、これって。これでぶつかると壊れるとかじゃないよね。って何なんだこれ。あ、これってどこ、海の上歩けんだ、すげえ。え、ちょっと待って、ネッシーがいなくね。うわ、あんなとこいる。そっか、ネッシー移動式なのか。これ毎回このタコマンをさ、見つけなきゃいけないの、これ。あ、待って、危ない、また危ない、危ねえ、また同じ失敗繰り返しそうだった。よしよし、あそこ行ってみよう。ん、ちょっと待って、あ、こん中とかあんじゃん。ここ行ってないよね。うわー、行ってみよう、ちょっと。さあ、このネッシー、ちょっと、うわー、海の中結構なんかいろいろ隠れてそう。とりあえずあの中に1個あるな、多分。うん、おそらくある。よし、これどうすりゃいいの、これねえ、ん、これはどうすりゃいいわけ、ん、え、関係ないの、これ何これ、え、ムーンがあんちゃんここに。ちっちゃい、言うからもう、女やった。じゃあついでにこのまま、あ、カカ
私がんですけど。これ何？あー違う違う違う、お前じゃない、お前じゃないんだよ。ちょっとプリン、カカシだよ。時間系だよ。ちょっと待って、ちょっと待って、これいける？ちょっと待って待って、上上がってすぐタコマンになってとか、だってこれ魚乗り移れないでしょ。どうやって行くのあれ。あ、タコマンにも乗り移れないじゃん。速攻で泳いで行くしかないのか。行きます。あ、わかった。この帽子が届く超ギリギリから行った方がいい。息が死にそうなんですけど、ちょっと待って。途中で息やっていくから。よし、よしよしよし。息がちょっとやばい。食らうかもしんない。あ、大丈夫だ。ここで。ちょうどタイミングいい。勘弁してや。ちょっと待って、これめっちゃむずいよ。この魚のね、位置がすげえ邪魔くさいのよ。ちょっと待ってね。こんくらいからか。よしよしよし。これ超ギリギリのとこにある。これ案外、この面で一番むずいんじゃね？息とかしてたらもうこんなん、上がったらダメだよ。いけるいける。この野郎！どうやったらいけんのあれ。本当にギリギリから行かないといけないのか。ちょっと待って、ありえないんですけど。よし、どうやったらいけんだこれ。嘘でしょ、は？これどうやって行けばいいのこれ。マジで言ってる？これ関係ないよね、これスピードアップとかないっしょ。え、マジ？これじゃもう間に合わないのかな。低い位置で攻めていくっていう感じ。やったー。やっぱ上に浮いてっちゃうとロスなんだね。よっ、やったよ。もうどんだけむずいんだよおい。あれ、黄色いネッシーの上になんかムーンあるんだけど。ちょっと待って。見つけちゃったぜ。あれタコマンになって上上がっていけば取れるよね。やった、すげえスピードで取れてる。あとは下海の底系でも取りたいし。海の面楽しいな。タコマンでもう食らいます。くっそタコマン。そして食らわされたタコマンになるっていうこの屈辱ね。さあ行きましょう。行くぜー、せーの、よしよし。超余裕かったもん。で、もう大抵のとこ来たっしょこれ。じゃあ海の中だな。そして結局店がどこにあるのか分かんなかったな。このトンネルは怪しすぎるよね。行きます。ほっで、あ、これ魚になれって言ってるようなもんだな。あれ、ここって灯台のさっきのあそこと違うよね。よし、頼む、ここは違ってくれ。大トンネル、うん。あー、でもないかな。あ、怪しいよ怪しいよ。なんすか。うわー、コンブ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 。え、あ、これ外れなきゃいけないっけ。見えねえから、コンブでコンブで見えない。待って待って、息できないし、やばい。え、魚は？やばいやばいやばい。あー、もうこれだけ待ったのか。いや、食らっちゃった。ちょっと待って、息できない、息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 。あー、え、ちょっと、あぶねえ、コンブマン超嫌なやつ、コンブマン超嫌なやつ。オッケー、だいぶ取ったよ。なんかさ、雪の面よりなんかこうあれだね、ほんとコンパクトに、ムーンが近くにいっぱいあるね。雪の面がだから結構大変だったってことだよね。さあ、ハート取ろう。どっかでこの辺で水の中になんかハートなんかがなかったっけ。あった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 、これこれ。いやー、あとね、僕がなんとなく怪しいと思ってるのはこの外側、外側ってあんま行かなそうじゃん、この辺。あったあったあった、こっち側圧倒的に怪しいよね。この海のもうどこまで行けるのか分かんないけども、ここは怪しい。あ、あの辺までしか行けないね多分ね。
さあ、こういう外れになんかおこぼれみたいのがあんだよ、多分。ない？なんもないわけないよね。ちょっとこいつになって、よし、あと一個ぐらいは見つけたいな。ん？ちょっと外側一周してみる。なんか隠れてる気がするんだよね、ちょこんって。ん？ああ、関係ないか。ん？ここ怪しいぞ。ちょっと待って、昆布がほら、はいになっていってる。怪しい怪しい怪しい。よしよしよし。ああ、操作難しい。え？あ、ほら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 、なんか怪しくね？え？トンネルだ。え？コインだけですか？え、ちょっと待って、これ普通に外？あ、違うわ、トンネルだ。これ怪しいね。ムーンでもおかしくないとこだったな。あれ？やば、抜けちった。よし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 。で、なにこのコインの山。うわ、全部昆布的なんだもん。あ、べべべ、早いんだって。やべ、コインの山。やったやったやった、お宝じゃ。よし、あ、ここにもチェックポイントがある。あ、よし、魚もいるので一回ここでチェックポイントを押して。ここも怪しいね。あ、怪しい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 。ここでムーンがあったらフィニッシュかねって言うと、フィニッシュ言うから、もうな。いいね、次行こうかね。いや、素晴らしい。あー、結構取ったよね、これ。昔だってさ、全然もう多分次行けるわって言ったらすぐ行ってたからね。それに比べたら、あ、またここ来ちゃった、これ嫌なところ。それに比べたらだいぶ取ってるっしょ。オッケー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 。よし、いや、結構取ったな、今回も。で、タコマンになっていこう。あぶね、あぶね、あぶね、こいつ強いんだよね、結構。タコマンになって、プシュー。で、ここでこうやってやって、ここプシューって、これ。もうね、まあ、オデッセイ号まで行っちゃうから、これ。すげえ。え？ちょっと待って、ここまで来れんじゃん。ちょっと待って、なんか怪しいとこ来ちゃったんだけど。ここまで来れるって分かった瞬間になんか怪しい。あっ、ここで水補充できる。ちょっと待って。ちょっと待って。ムーン、やったやったじゃん、これ超ラッキーじゃん。イエイ、最高最高のフィニッシュ。オッケー、10個でよかったのに、これ何個取ったよ。お釣り来ちゃうよ。さあね、前回が雪の国、今回海の国、次は何ですかね。都市もやって、あ、寒いところ、あったかいところやって、想像がつかないんですが、森も昔やったしね。え、何？山でもない。う、なんだ？なんか紫っていうか赤いんですけど。え？料理の国まで行けるようになったよ。最高かよ。さあ、クッパを追いかけよう。料理の国最高じゃん。それではじゃあ次回ね、料理の国入るとこから行きたいと思います。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録も、こちらをポチッとお願いします。その他、Twitter、Instagram、TikTok も私ヒカキンやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回パート11、料理の国でお会いしましょう。バーイ。